はいどうも、翔平 TV です。本日はね、こちら群馬県におるんですけど、今日はこのグローブを紹介します。こちらフィールドホースさんのヤバドリグラブというグラブでして、ヤバいくらいに取れる、よく取れると、お値段が約3000円ぐらいです。安いですね。はい、安いですね。全然安いですよ。で、これでほら書いてある通りヤバドリってことは、はいはいはい、ヤバい、ほらヤバいぐらいによく取れると、なるほど、書いてあるんで、はい、これピッチャーの僕でも取れんじゃねえかなと思って。これどんな感じなんですかね。まあ柔らかいってことですよね。すぐ使える。そう、柔らかいらしい。それ超柔らかい。あ、ちょっと取れるんじゃないですか。多分これいけそうっす。なるほど。ノックをしてちょっと検証してみます。はい、取れてきます。お、いい、やばいね、これいい、取れるよ。いい感じ、いい感じ。チャイス。えい、いいっすね。ちゃんと掴めますか。掴めます、掴めます。おう、おっ、おっ、おら、いい、いい、いい、超馬も取れます。逆シングルも取れます。はいっす。よっしゃ、うん、いい守備、いい守備です。はい、お願いします。わー、怖い。オッケー、おめでとう、おるだ。おっしゃー、取れましたよ。いい、いい守備、いい守備です。コツはグローブをバッとしないことやね。うん、いい、取った今。しゃあ。わあ。伸びるね。芝でノックする経験ないんで。ああ。ほら伸びる。オッケー、オッケー。ぐらいに取れる。はい。わあ、伸びる。低いやつ行こう、低いやつ。低いやつやば。取れた。いい守備。こら、いい守備。やっぱね、いい感じ。おいっす。はい、ナイス守備、ナイス守備。最後、おい、おやられ、来た。いい、いい守備だ。いい守備じゃないですか今。はい、おら、オッケー。やばくないこれ、おら、オッケー。はい、あー、取った、オッケー。よいしょ、よっしゃ、ショップ、よっしゃ、ショップ。どうでしたか。これね、勝手に入ってくわ。まああれですよね、野球始めた子とかだったらそんな筋力ないじゃないですか。そうっすね。だから軽い方がやっぱ操作はっていうのはありますよね。そうそう、めっちゃ軽いし、てかもうほんと革の質もレザーのあの革みたいな感じ、はいはいはい、ですかね、うん、これすごい軽いしペニャンペニャンですよ。これほんと買ってすぐ使えるんで、はい、これから野球始める皆さん、ぜひともこのフィールドホースのこのグローブ、もしよかったら買ってみてください。まあ3000円ですからね。そうですね。安いですね。はい、はい、そうですね。まあ普通のグローブでもね、何万とかしますんで、これはもう気軽にちょっとね、はい、野球始めてみたいな、キャッチボールしたいなと思ったら、まあ、買ってみてください。はい。こちらのグローブ、ベースボールタウンさんのこちらのリンク貼っておきますんで、そちらからチェックしてみてください。はい、というわけで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは、終わりました。OK。本日のご視聴ありがとうございました。もしこの動画がいいと思ったら、チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。今後動画でやってほしいことがあれば、コメントにどんどん書いていってください。お願いします。また見てねー。